はい。
空手協会総本部師範。中は今回のグレートジャーニーで2人の男に出会う。1人目は山城義朝。数百年前から伝わる沖縄空手を現代の格闘家たちに指導し、古流空手の強さを証明し続けている。僕はやっぱ競技者なんで、人生かかってるんですよ、勝ち負けに。夢と人生、生活かかってるんで、自分より強い人じゃないと習いたくないですよ。型を練習して、その強くならないはずがないんですよ。取り手っていうのが僕のうちの、巻い手なんですけど、でこれで離れる。おっとっと、ピタッて形取れる。これだけ、これだけ。このまま抜きながら。すごい、もう崩れないんで全然、来てても来てないと思っちゃう。もう一人は宮平保つ。沖縄で空手を修行した後、20歳で中国へ渡り、さまざまな禁じ手を含む伝統的な中国武術を身につけた。危ないですね。はい、早いですね。いや、もうすべて危ないじゃないですか。あの間合いも危ないですし、骨でしょ、それで成功。はい、骨で行くとちょっと困りますよね。これができてるから、はい、はい、はい、見えにくいですね。Ha ha ha.